実は朝に食べるだけで糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、自力で治す意外な食べ物紹介をします。それではまず、絶対に見逃すな。糖尿病の前兆症状を簡単に3つ紹介をします。1つ目、夜間頻尿。例えば夜になるとトイレに行く回数が多いっていうことありませんかこれは高血糖になっている状態で血液自体がドロドロで血管の中をうまく流れずに夜になって一気に腎臓にドロドロの血液が流れて トイレに行くく回数が増えてくるんです例えばこれはペットボトルのお水と同じように日中は血液自体は重力で下にたまっているんですが夜横になると一気に腎臓の方に流れていくので腎臓が一気にそのドロドロの血液をろ過しておしっこを作るためトイレに行く回数が増えてくるということなんです。ここののよううににに血液中に糖の量がが多多いいととと尿になっってくるということが分かっていて これは糖が水を引きつける力というものがありますからどんどんおしっこの量が増えてくるということなんです特に日中に砂糖入り飲料やジュースなどを選択してしまうとさらに血糖値が上がってしまいますから一層尿の量が増えて喉が渇きさらにジュースを飲んで血糖値が上がって夜になるとトイレに行きたくなるこの状態を清涼飲料水ケトーシスペットボトル症候群と言ったりしますひどいと 糖尿病性ケトアシドーシスになって命に関わる場合もあるんですなので夜間頻尿以外にも運動していないのに喉が渇いたり寝ている時に足がよくつるなどがあれば注意が必要です続いて糖尿病の前兆症状2つ目視力低下最近老眼かなーって思ってきたことありませんかこれは網膜というところに問題がある状態です大きな血管での血液がドロドロだと末小まで血液 栄養がうまく届かなかったり、届いたとしても血液中の糖が多い状態だとうまく栄養を吸収できないから網膜に異変が起こってくるということなんです。この網膜自体はカメラのフィルムのような役割をしていますから、ここがうまくシャッターを切れないようになってしまうとなんとなくぼやけるということもイメージできますよね。ただこの目の状態っていうのは初期段階では自覚症状がほとんど見られないんですね。ただ中期になると視界がかすむような老眼の のような症状が出てきたりとか末期になってくると視力が驚くほど下がったり飛蚊症って言って虫が飛んでいるような状態が出てくることや失明に至ることもあるんです続いて糖尿病の前兆症状3つ目足の状態が悪いこれは全身の血流が低下している状態です血糖値が高くなると多尿になって体自身が脱水傾向になるため皮膚や爪の状態が悪くなってきますさらに自立 神経障害によっっててて汗をかかきづららくくくなななりますすなるるなんんいうこことも起こってくるんですねそうなると免疫力が低下しますから巻き爪がひどくなったり手足が動きにくくなったり外反母趾や内反症子など関節が変形してしまうということもあるんですなのでこのような症状が見られる方も注意が必要ですではこのような症状を起こしやすい人の特徴というのが5つ分かっていて家族に糖尿病か では実際にこのような人たちがどんなものを朝に食べて糖尿病リスクを上げてしまっているのかここからはタバコよりも超危険食べてはいけない糖尿病になる食べ物を3つランキング形式で紹介をします。第3位加加工肉動脈効果を誘発する脂肪や食品添加物を 多く含みます例えばウインナーやハムなどの加工肉では保存美味しくする過程でアショウ酸ナトリウムをはじめ発がん性が指摘されている物質を加える必要があったり血流が下が下ってしまううとということなんです実際に2010年に行われた研究では加工肉をたくさん食べると心臓病糖尿病のリスクが上昇するよということが分かっています。なななのでで加工肉は極力食べいいい方がいいんですがんす便利だし好きな人も多い ですよねなので具体的な対策法は動画の後半でお伝えをします続いてタバコよりも長期健絶対に食べてはいけない糖尿病になる食べ物第2位血糖値を上げる糖質や質の悪い油を多く含みます。例えば スープ麺ポテチ菓子パンなどの加工食品では栄養価が低い割には高カロリーとなってきますなので食べ過ぎてしまうと糖尿病や血糖値を上げるだけではなく高血圧脂質異常症肥満などのの慢性疾患のリスクが上昇してきます実際に2009年から2019年に行われた研究では超加工食品の摂取量が10%増えるごとに糖尿病リスクは15%増加それも超加工食品 品の摂取量が 100g 増えるごとに糖尿病リスクは5%ずつ増加したということがわかっていますなので極力このような食べ物は減らしていくということが大切になります続いてタバコよりも長期険糖尿病になってしまう食べ物第1食べないこと朝食を抜くと空腹感が強くなってそれを満たすためにランチだったり夕食で食べ過ぎてしまう傾向があったりとかその時に一気に食べることによって食後の血糖値上昇 しやすくなって血糖値を下げるインスリンも分泌されて肥満になって糖尿病リスクが上がったり動脈硬化が加速します。実際にペンシルベニア大学の研究では食事の時間が遅くなればなるほど体重が増加しやすくインスリン食後の血糖値コレステロール中性脂肪の値が上昇するということがわかっています。他の大学の研究でも朝食を抜く習慣は喫煙運動不足高コレステロールなどと同じように動脈硬化を促す。 とといいうことが分かっていますただ16時間断食って流行りましたよね僕も16時間断食を行って痩せることができたので何かおかしなこと言ってるわけじゃないですか。なのでこれを考えた時に厚生労働省の調査では実際に日本人の2型糖尿病患者の6割は太って ていないということが示されているんですだから太ってないから大丈夫と思っていても過食や運動不足が原因で糖尿病を発症する可能性もあるんですそして意外に糖尿病になりやすい人の特徴ということでストレスをためやすい人ということもわかっているんですねストレスを感じると体の中では交感神経っていう動く神経が活発になってその時には全身に栄養が必要になってきますから血糖値を上昇させる ホルモンが働いてきて長期的に血糖値が上昇しやすくなるということがわかっています実際にドイツで行われた調査では強いストレスを感じている人は糖尿病の発症リスクが45%も高いことやカナダで行われた研究でも仕事のストレスが高い女性は2型糖尿病の発症リスクが2倍になるということがわかっているんですつまり先ほど紹介した食べてはいけない3つのものというのは極力減らした方がいい ですが頑張ってダイエットをしすぎていたり運動をしすぎていてそれがストレスになって逆に血糖値が上がってしまってうまくいかないという方も多いんだということなんですなのでここからは86%も糖尿病患者さんが感知したおすすめの朝ごはんを紹介しますそれはレジスタントスターチレジスタントスターチというのは穀物や芋などに少量含まれていて普段の食生活の中で何気なく摂取している 糖質食物繊維のことです糖質と食物繊維というのは別で考えてしまうということがよくあるんですが炭水化物というのは糖質と食物繊維を合わせた名前なんだということなんですなので糖質だけが悪いというわけではなくしっっかりととと食物繊維レジススタタントスターチを取っていくといくうことなんです実際にこのレジスタントスターチは食べるとほぼ消化されることなく腸内を移動するため血糖値の 急激な上昇っていうのを抑えてインスリンの大量分泌も抑えることができるということが分かっています実際にレジスタントスターチの研究というのはたくさんあって例えばある大学の研究ではレジスタントスターチを加えた食事というのを増やしたところウエストサイズだったり体脂肪が減ったよまたイギリスの大学が行った研究ではレジスタントスターチを摂取すると血糖のコントロールを助けるという一貫したエビデンスがあることが分かっています 他にもがん細胞を消滅させたり脂肪肝を解消させる食欲を抑制するなどたくさんの研究結果があるんですただしこのレジスタントスターチには5つの種類がありますからこの種類によって効果効能が変わってくるんですタイプ1からタイプ5までありましてこの1つずつがですね特徴を持っているということなんですなのでこれらのレジスタントスターチのタイプに分けておすすめのレジスタントスターチを5つ 一つ目、オーツ麦。オーツ麦はレジスタントスターチを摂取するのに最も便利な食品の一つです。一般的にはオートミールという言い方をされます。この 100g 調理済みのオートミールには約 3.6g のレジスタントスターチが含まれています。また、抗酸化物質も豊富なので血流も良くしてくれるよということなんです。続いて、おすすめのレジスタントスターチ二つ目は豆類です。豆類は 食物繊維とレジスタントスターチ大量に含んでいますだいたい調理後の豆類には 100g あたり1から 5g のレジスタントスターチが含まれていますからナ 豆豆、などがおすすすめで続いておすすめのレジスタントスターチ3つ目じゃがいも一旦加熱した後の冷やしたじゃがいもはレジスタントスターチの宝庫ですじゃがいもからレジスタントスターチを摂取する場合はまとめて調理しておいて少なくとも2位から4時間は冷蔵庫に入れておくとレジスタントスターチが増えてきますまた完全に冷ましたじゃがいもはかなりの量のレジスタントスターチが含まれるだけではなくカリウムビタミン C などの栄養素も 豊富ななのので意外なほどの健康食品だったりします続いておすすめのレジスタントスターチ4つ目グリーンバナナグリーンバナナもレジスタントスターチの優れた供給源の一つですグリーンバナナは健康価格の世界でも最も優秀な炭水化物として知られています脂肪を燃焼するビタミン B6 お肌をきれいにするビタミン C 腸内環境を良くする食物繊維など他の栄養素も豊富なのが嬉しいポイントなので少し緑めのバナナを を食べてみましょう。続いておすすめのレジスタントスターチ5つ目は白米温かいままだと血糖値が上がりやすいので避けている方もいらっしゃると思うんですがお米を炊くときに小さじ1杯のココナッツオイルかバターを混ぜてから炊飯するとレジスタントスターチが増えやすいということが分かっていますまたですね秋田県立大学が開発した満腹すらりという機能精米があるんですがこの機能精米も軟消化性澱粉が通常のお米の10倍ほど高く このお米を使ったご飯は食後の血糖値の上昇が抑制されるということが確認されていますからおおすすすめの満腹すらり概要欄に貼っておきますそれでは1日の生活を考えた中でどれぐららいいいののカロリーに抑えたらいいのかグラスゴー大学の実験では1日8 2 5キロカロリーから8 5 3キロカロリーで3から5ヶ月過ごしたところ86%の糖尿病患者さんは平均1 5キロのダイエットに成功しほとんどの糖尿病が完治したということです。 このように一定期間カロリー制限を行うことによって症状が改善するということもあるんですがそんなな低カロリーの食事って続かないし我慢でできないいことが多いですよねそして動画の中でご紹介したようにこんな食事っていうのはストレスが溜まってしまってこの食事が終わった後に血糖値が上がって糖尿病リスクが上がってしまうということもありますからどうしても糖尿病ってなると血糖値だけを考えがちなんですが。ヘモグロビン A1C の数字も大事 っていうこととを聞いたここありますよねこのヘモグロビン A1C の数字っていうのは1ヶ月から2ヶ月前の血糖値の数字を反映していますから短期間で気をつけたとってヘモグロビン A1C は下がらないので大切なことは毎日の血糖値の上下っていうのを少しでも減らしていってそれを長い期間無理なくストレスなく続けていける食事が大切なんだということなんですまた概要欄には僕がやっているオンラインサロンみんなでその血糖値のことを考え えていきましょう食事のことを考えていきましょうまたその中には youtube だったり他の sns の中では紹介できない限定動画やライブ配信なども行っていますからぜひお待ちしていますそれではまた明日バイバーイ